皆さんこんにちは、ニニケイです。こんにちは、ニニケイです。今天我们将在主场迎战湘南队。湘南队去年和我们卡西瓦雷苏鲁一样是保级兄弟，我们都是在残留的这个边缘，在残留的边缘徘徊。最后我们两个都保级成功了，非常开心。然后今天比赛之前，我们卡西瓦暂时排在第14位，湘南是排在第17位。今年希望我们两个队都可以努力。上一场比赛我们对阵东京，FC 东京踢了3-3，虽然我们没有去，但我们在电视上面看到了比赛，对，非常的精彩，非常的热血。然后觉得他们的表现都非常好，希望能够把这种精彩的表现带到今天的比赛来。湘南队全名叫湘南北路马勒，顾名思义，他们的主场就是在日本的湘南海岸神奈川县。他们的 hometown 主要是希拉斯卡西、还有卡马库拉西、还有胡吉萨瓦西、科达瓦拉西，这些都是非常出名的旅游胜地。こんにちは。今日はどこから来ましたか？今日神奈川から。神奈川から。どこから来ましたか？湘南です。はい。柏スタジアムは初めてですか？来たことないです。初めてですね。はい、お楽しみください。はい、ありがとうございます。日田時代は初めてですか？うん。何回も。あ、そうですか。はい、どうですか、日田時代。日田時代近くて、すごく見やすいスタジアム。ありがとうございます。あと注目の選手は誰ですか？今日は、うちの選手でいいですか？あ、そうそうそう。福田翔っていう。福田？あ、福田。はい。注目の選手は誰ですか？怪我から復帰した鈴木明人選手です。はい。勝敗予想もお願いします。勝ちます。はい。2-0。はい。2-1勝なんで。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。はい。今日の試合で注目の選手は誰ですか？誰ですか？島村選手です。はい。島村選手です。はい。一緒です。はい。あと勝敗予想もお願いします。島村細谷一点取られて2-1。うん。はい。はい。同じ。一緒で。はい。注目の選手は誰ですか？ジェイゴ。はい。ジェイゴ。はい。あと勝敗予想もお願いします。レーソルです。はい。2-1で。2-1。はい、はい、ありがとうございます。注目の選手は誰ですか？島村ですね。はい。あのサビオです。はい。あと勝敗予想もお願いします。2-1。2-0。はい。今日の試合注目選手は誰ですか？今日は誰ですか？難しいですね。難しいな。マオだな。リレーの魔王だろ。魔王です、ね、今日は魔王だ。今日こそ魔王、はい、うん、今日は魔王、うん、まだリーグでは決めてないですもんね。そう、そうですよね。今日は魔王で、魔王で行く、魔王で行こう。代表じゃなくて今日柏レイソルとして決めてほしいです。はい、はい。あと今日勝敗予想もお願いします。むずいね。お願いします。今日は私いつも外してるからな。私は2-0で。2-0、はい、あ、2-1で、はい、2-1で。じゃあ2-0で。得点の選手は。得点の選手です。マオ2発。私はサビオとマオで。はい。はい、トスに勝って町田に引き分けて、まあいい波来てると思うんで、今日も勝ちたいと思います。お願いします。今日も勝ちます。ありがとうございます。せーの。細谷頑張ってくれ。頑張れ。はい、ありがとうございます。レーソル今日は勝つぞ。えいえい、おお。行きましょう。はい、頑張ります。頑張ってください、はい、応援一言お願いします。お願いします。最近勝ててないので、ね、勝ってください。平日来ました。お願いします。頑張れ。今日こそホームで勝つぞ。今日も勝つぞ。よしよし。
今日の試合は終了しました。我们最后2比1战胜了对手。今天赛前采访有好几个球迷都猜了2比1，恭喜他们猜中了比分。今天的比赛在前73分钟我们踢的都不是很好，在第73分钟还被对手打进了一个球，好在我们在最后时刻觉醒了，反超了比分，而且是在最后的伤停补时阶段绝杀对手，非常开心的一场比赛。这也是我们在四场不胜之后终于在主场迎来的一场胜利，同时也是我们这个赛季的第四场胜利。现在我们总共积18分，排名从14位上升到了第12位，而对手已经降落到了第18名，掉落到了降级区。今天的进球最后一个球是胡索亚马奥森雄，是他今年的 J 利古的第一个进球，恭喜他。今天的比赛我们射中门框范围内的射门数总共只有两次，这两次都获得了进球，接下来我们会连续在主场作战，我们继续到现场加油吧。我们希望下一场我们也能够取得三分，继续加油，继续努力。練習します。頑張りましょう。練習しましょう。